9日の放送回より第2クールに突入するテレビアニメブルーリフレクション RAY ミオ EV では新カットが使われ、ヨウオリたちの変わってしまった日常の様子や新しい力を得たヴィレンと向き合うヨウオリたちの姿が映されている。また第2クールのエンディング主題歌が ACCAMER フラレスに決定。 ACCAMER は同楽曲を自身が担当した第1クールのエンディング主題歌最新と比較して、後ろ向きな自分にそっと寄り添ってくれるような温かい曲調で、最新から一歩踏み出したような楽曲ですと語った。フラレスは本日公開となった PV で聴くことができる。7月10日には配信リリースも決まっている。テレビアニメブルーリフレクション RAY/ミオ第2クールエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。 ACCAMER です。第1クールから引き続き担当することができてとても嬉しいです。 R エンディング主題歌のフラレスは作詞作曲に栗山せきりさん、編曲を直木伊太さんに手掛けていただきました。後ろ向きな自分にそっと寄り添ってくれるような温かい曲調で、最新から一歩踏み出したような楽曲です。